商人か。通行証はあるのか。ちょっと待て。あちらが先だ。おい、ファズス様だ。門を開けろ。バタルに入国希望か。通行証を見せてみろ。なんだこれは。自分の通行証を出せ。捕まりたいのか。さあさあ、なんだ。でもあるよ。次もよろしくね。バタルに入国希望か。通行証を見せて通っていいぞ。文字がありますね。確認してみましょう。読んでみればいいですよ。ねえ、食べ物ちょうだい。ありがとう。まだお腹が空いてるんだ。何か恵んでおくれよ。お前、そこで何し、その子に近づくな。貧民街の住人だ。待ってよ、キューゴ。違う、その人は絶対に悪い人じゃないよ。僕が食べ物をくれって言ったら何も。本当か。すまない、少し過敏になりすぎてたかもしれないな。俺はヒューゴだ。この辺の貧民たちの援助、親切な人間ってのは少ないもんでね。だからその、悪かった。さっきのは水に流して、これからも。本当にありがとう。違う話題で恐縮ですが、ここのポーンは男性だけなんですね。女性の仲間もいていいと思いますよ。旅愁の身の上から逃れ、再びこの地に戻りましたか。なすべきことをなしているようですね。安心しました。まずはポーンと共にバクバタルにある主邸イワネズのねぐらを訪ねると良いでしょう。あなたの求めるものは。そう、you
こいつは炎に入る気がある。梅雨払いをせよと。ええ、やりますとも。バタルにも目立つ像があるようですね。行けば詳しく調べられそうです。申し訳ないが、お主なら聞いてくれる。どこかで見た顔じゃと思ったわい。礼を言うぞ。所持品が増えたせいか、少し動きが鈍い。許容範囲だとは思いますが。休息しておいて助かりました。余計な傷を受けないよう参りましょう。どうしました？そろそろ進まないと。ここでの戦闘は避けたいところです。早く解毒を。
ましょう。仲間が6人。礼を言うぞ。世話になった礼だ。まあまあですかね。持っていて損はありません。役には立ちます。ここでドレイクか。私は大使より攻撃行動を優先し、強敵に率先して向かいます。なんとか切り抜けましたが、危ないところでした。気を緩めればああなる。いい教訓です。素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。公約ですか。我々にふさわしいですね。
利用できそうな強い水流がここにありますね。この仕掛けを使うなら戦闘で敵に仕向ければ優位になる。どこ早く下の方を。体力が限界に近いです。一旦仕切り直すのも手だと思いますよ。各社様、私が助けに行きます。こいつはノッカー、注意を。弱点攻めに強化的な手段がありません。Thank you.
感謝するよ。これは感謝の印だよ。梅雨払いをせよと。ええ、やりますとも。
行動の結果ですから。警戒する必要はありません。私はメネラ、女王様に仕える兵のまとめ役を担っています。立ち話もなんですので、続きは酒場で話しましょう。文字がありますね。確認してみましょう。読んでみればいいですよ。各社様、他にも行くべき場所が近くにあった。そうそう、我々ポーンの間での噂なのですが、ポーンが異界に…ゆっくり見ていって。毎度ありがとう。ゆっくり見ていって。今回は何も買わないんですね、店主。この国の民はポーンどもを毛嫌いしています。原始たるナデニア様もそのことには頭を悩ませておいでです。首都の外にポーンたちの集えるこの店を設けたことさえ未だ納得をしていないものも多い。あなたが本当に各社だというのなら頼みがあります。この国の民の感情を変えるためって、それがあればバクバタル内での活動を咎められることはありません。そうですか。それを万兵に見せれば首都に入ることができます。その上で我が国の民に困りごとでもあれば、ジョリ、かたくなにポーンの民を虐げ源とする彼らもポーンの手助けで窮地を脱せたとなれば、地道な方法ですが、それが唯一の解決法です。たとえ時間をかけても成長を諦めない。我々も各社様の姿勢に学ばなければ。できることがある限り立ち止まりはしません。突然だが、あれといえば幻の酒のことに決まった。いっぱいな。